車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はモートショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、皆様お待たせいたしました。もう愛知県といえばトヨタじゃないですか。はい、はいはい、そこでのトヨタ車のご紹介ということで、はい、若干怒られそうな内容のカスタマイズではありますけれども、はいはい、多分かなり皆さん注目している車種でもあり、はい、そうね、まあ、あとは SNS なんかに先に写真だったり、うん、ブログに出させていただいたんで、はい、ついに来たかと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、はい、改めて今回ご紹介させていただきたいと思います。で、色、こんな色あるんですね。いや、IS500 は車高としてタイヤホイール入れるっていう車が、今回この車が3台目で、3台ともにこの色でした。それはどうなんですか。たまたまなんですか、それともこの色。そうそう、たまたま。たまたま。多分この色が一番人気なのかな。なんか最近追加になったみたいですね。RC かなんかでこの色があるみたいで、でこの色が、まあ、つい最近グレーのソリッドの車ご紹介させていただいてなんで、はい、まあ、別のメーカー別の車種ですけども、続いてのグレーで、しかもこれもソリッドなんですね。はい、なんか国産車でソリッドってなかなか、ね、ないですよね。今まであんまりなかったんですよね。うん、国産車といえば、まあ、パールだったりとかメタリックだったりとか、なんかその辺がちょっとこう新しさもありつつ、はい、なんかこうグローバルモデルとしてやっぱり売られてるモデルだけあって、まあね、アメリカが先行だったんで IS500 自体が、というわけでこんな特徴的な色なんですけども、あとは今回カスタマイズとしては、はい、なんか他にやってあるんですか。顔周りは特にやってなくて、まあ、ミラーの一部分だけ塗ってる。あ、そういう感じなんですか。だけです。じゃあこれ元々グロスの、もともとこういうブラックなんですよ。で IS500 なんで、この専用のバンパーと、はい、めっちゃかっこよくないですか。そう、これだけでもうなんか普通に、ね、全然いいっすよね。全然かっこいい。なんかプラスアルファでなんかエアロパーツとか、うん、まあ、まああればあったでいいと思いますけど、うんうんうん、なんか全然そのまんまあのボンドの仕事がなくなるような、はいはい、バンパーと、あと IS500 になるとなんかフェンダーもなんか専用のになるらしいですよって書いてありました。あ、そうなの、はい、幅が違うのか形が違うのか分からないです。へ、なんでそのままでもかっこいいんですけど、はい、まあ、ちょっと様子がおかしいぐらい車高が下がってるんで。でもこんだけ下がっててもこのクリアランスがあるって、なかなか国産車ってなんかフェンダーアーチとタイヤのクリアランス埋めていくと、あ、もうここ無理じゃんみたいな。確かに欧州車みたいにこう少しバンパーが上がってる感じではないですよね。そうなんですけど、 IS500 は全然なんかそういう感じがないんで、すごく優秀だなと。腹下もクリアランス取れてるんでって言ってますけど、横から見ていただくと様子がおかしいことになってますんで、はい、早速横回ってご紹介したいと思います。はいはい、こちらの今回 IS500 につけたホイールがこちらです。はい、もう立て続けの HRE ですけども、はいはい、もう安定感抜群ですね。はい、これが HRE のクラシック300 3ピースです。というわけで、はい、もう定番って言っても過言でないですよね。もう王道の、そう、ね、メッシュ、メッシュデザイン、うん、某国産鍛造ホイールでも、うん、もう鉄板のデザインですけど、うん、はい、なんでしょう、 HRE になるとまたちょっとニュアンス違いますよね。そう、なんか海外感が、うん、見ていただけると、まあ、色はまず一旦置いときますけど、はいはい、まずこのリム、はいはいはい、カールリムですよね。うん、そうです。これ高級感半端ないですね。そうね、やっぱりこういうなんかリムのフランジの部分がどういう形をしてるかによって結構その見え方が変わってきちゃうよね。違いますよね。うん、まあ、国産メーカーでも一部このカールリム採用してるメーカーもありますけど、はいはい、割と数は少ないのかな。少ないかな。うん、あとはやっぱりこうディスク面のデザインに目が行きがちですけど、うん、ここめちゃくちゃ重要だなと思うんですよ、やっぱりフランジの形。これがいわゆる J リップ、うん、薄いリムにするのか、うん、カールリムにするのかでも違うし、はい、この深さも違うと、はいはい、でこの深さを実現しているのがこのディスクがやっぱり飛び出るんですね。そう、でも今回ハイオフセットプロファイルなんで、リムをアウターリム目いっぱい取りますよっていう、指定で作ってて、もうこんだけディスクが出るっていう。あ、そういうことなんですか。そう、だからこれをコンケーブディスクにしちゃうと、下手したら多分アウターリムと同じぐらいの位置にディスクが来ちゃう。あ、なるほど。というわけで、このディスク2センチぐらい出てますかね。出てるね、うん、なかなかこういうのって国産にないデザインじゃないかなと。はいはいはい、そしてこのディスク、はいはい、なんとここに持ってきたのがホワイトということで、グロスホワイトです。
これあのメタリックとか入ってないこちらもソリッドのホワイト、そうです。なかなかこれも選べないんじゃないかなと、はい、でいつも最初に聞いてるところなんですけども、はい、オーナー様は、はい、僕の感じだと、はい、まだちょっと車高も紹介してないですけども、はい、かなりベテラン感を感じるんですが、はい、そんなことはオーナー様は超重症患者なんですけど、いつも内容は知りませんそういう感じなんですか、はい、お任せで、はい、じゃあもうこの色だったりもホイールのデザインも知りません。本当ですか、はいにしてはだいぶ攻め攻めな感じがしますけども、そう完成して僕がきちんと写真を撮って、はい、こうなりました、はいっていう、なるほど、はい、じゃあめちゃめちゃ信頼されてるんですよ、はい、というわけでこちらのホイールになってると、はい、そしてこれサイズ的には何インチになるんですか。21インチになります。純正19でした。19です。であの円形のホイールらしいですよね、純正。あなんでもうあんまり変なのつけられないじゃないですか。もう純正で、まあ、一流メーカーのがついてる、はいはい、そこに来てこのアメリカのホイール、はい、はい、もう間違いなかった。一般的にというか IS500 って結構多いのはまあ、300も含めて20インチが結構多くて。あ、そうなんですか。で僕もその今回2台この手前で2台やらさせていただいた車も20で今回は21。あ、さらにこうインチアップしてるわけなんですか。そうだから21インチを履いてる IS って多分すごく、まあ、少ないじゃないか。でも外形的には履けるんで。あ、そうなんですか。そうなんで21にしないんだろうなと思いながら。へー。でタイヤの選択肢的には、タイヤの選択肢的にはそんなにあのこれしかないですよっていうわけでもない。あ、そうなんですか。まあ、今回ミシュランのパイロットスポーツ 4S を使ってますけど別にそれじゃなくてもいけんじゃないか。というわけでサイズの方が2453021ということで、はい、まあ、欧州車結構最近21入ってる車なんかも多いですからね、うんうん、なんでこんな組み合わせになってタイヤも超一流のタイヤがついてるんで、はい、もう足元の豪華さが半端ない。半端じゃないです。そして今回、はい、車高が、はい、いい意味でですよ、はい、イカれてますあのですねこれ車新車っすよね、はい、新車です。オーナーさん一度も乗ってないです。あ、一回も乗ってないですか、はい、でもうこの車高と、ですね、はい、指が入りません、はい、これやばいですねでもあのボンド過去動画であの雑誌社の方が言ってましたけど、はい、我々は走れる車を作ってるんだ。そうですね。というわけで、はい、ちゃんとこれでも走れるということで走れます。すごい絶妙クリアランスですね。そうそう、これはかなり苦労した感じ。いや、これはちょっと正直今回あのやべやっちまったっていう心の声が一瞬出たから。でも最終的にはちゃんと、はいはい、走れるように着地していると、はい、でこれ足回りは何になってるんですか。足回りは RSR の純正電子制御そのまま使える車高調。フルタップですか。フルタップです。全長調整式の。全長です。プリロード変えないでそのまま車高上げ下げできるタイプので、なおかつ IS500 になると電子制御の足回りついてる。ついてます。それがそのまま使える。そのまま使える。だからコンフォートからスポーツに変えれば、減衰が変わる。車外の車高調の減衰も変わるっていうようなものを使ってます。まあ、ストロークダンピング置いといて、うん、まあ、基本的に車の機能はそのまま使える、はい、スペルしないような足回りになってると、はい、そしてあの飯村さん、これ今回僕言いたかったんですけど、はい、この組み合わせなんか気づいたことありませんか。 IS500 レクサス IS500 っていう車と、はい、この HRE のホイールの組み合わせ、僕これ動画撮るって言われて気がついちゃったんですけど、両方とも日本発信、うん、アメリカで磨き上げられて帰ってきた、はいはい、まあ、表現が正しいかどうか分かんないですけど、はい、帰国子女なんですよ、ね、はい、車もそうじゃないですか。確かにトヨタで、うん、まあ、アメリカでレクサスブランドで販売されて、うん、で2000年初めぐらいですよね、うん、にレクサスブランドとしてこう、はい、逆に輸入された感じ、はい、で HRE もこれもともと林レーシングでスタートして、うん、はいはい、でアメリカで、まあ、今別の会社になってますけど、うん、アメリカでこう磨き上げられて、うん、こう日本に帰ってきて、はいはいはい、この組み合わせでも完璧じゃないですか。完璧だ。これってもうなんかアメタン、いわゆるただ普通のアメリカ発信のアメタン履くのとわけが違うと思うんですよ、うん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 、これめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。さすが、俺も思った、はい、というわけでもうアメリカの組み合わせと思いつつも、はい、ちゃんとその大元は日本、ね、大元を日本に持ってるっていう、うんうんうん、この組み合わせやっぱり知ってるのと知らないので割とこう印象違うのか。ただもうそういうの抜きにしてパッと見てもこの組み合わせって結構新しく感じたりだとか、うんうん、もうこのボディカラーは
センターディスクは白がいい。はいはいはい、というわけでこんな感じ。白なかなか国産車、特に高級車にはめるってないですよね。そう、なんかちょっとこう可愛くなってすぎちゃうんで、うんうんうん、どちらかというとちっちゃい車、ものすごくちっちゃい国産車とか、はいはいはい、そういう車が、まあ、なんかイメージ。それかもうちょっとこうスポーツカーじゃないですか、ね、インプレッサーとか。そうね、あ、もう真っ白の方ですね、はい、なんか高級車でこの足元白っていうのがなかなかないかなって、うんうん、でそれを引き立ててるのが今回このキャリパーだと思うんですよ、はい、でこれが聞いたら純正は黒なんですよね、はい、純正黒です。でオプションも選べるんですよね。オプションでなぜかオレンジというわけで今回はそのオレンジだったんですよね。オレンジでした。まあまあオーナー様自身がもう何も仕様見ずにもう全部つけといてっていう人なの。あ、そうなんですか。そうだから多分本人もオレンジのキャリパーがついてくるっていうのは知らなかった。あ、なるほど。じゃあまあそうなんで、うわオレンジかよっつって。あ、そうなんだ。来た時にね、僕は、はい、なんで、まあ、黒に戻しちゃうと、まあ、せっかくのオプションを選ばれたのに確かに標準の、ね、キャリパーになっちゃうだけなんで、今回はボディカラーで、はいはい、ボディ同色にペイントされてて、はい、ロゴに関しては完全再現されてるんで、はい、レクサスのまんまになってると、はい、だからこれがまたカラードキャリパーが入ってる、明るいそのビビッドな色とか入ってると、うん、また足元の見え方違うと思うんですよね、うん、だからこの辺なんかもかなり引き立ててるポイントかなと、はいはい、こんな足元になってると。そしてあとはどの辺塗ったんですか。ここだけメッキなの。え、ここだけなぜかメッキなの。あー、なるほど。あの LC なんかもなんかそんな感じですよね。そうでも窓枠とかは黒いじゃない。これかっこいいですよね。ちょっとブラックメッキ調の。そうなんですよね。これ動画で伝わるかわかんないですけど、これただの塗りの黒じゃなくて、ちょっとメッキ調の黒なんですよ。レクサスといえば。でしかもかなり濃いめなんで、うん、すごい高級感あるし、パッと見黒く見えるけど、はい、実はちょっとこう透けてる。あのプラスチックの真っ黒ってちょっとこうなんかチープな感じだったり、ね、傷めだったりしますけど、うん、ゴムっぽく見えてきちゃう。というわけでこんなまとまり、これもでも言わないと分からないですけど、はい、分からないぐらい。ただ比べるとやっぱり全然違います、ね、全然違う。やっぱりこうメッキが、まあ本当そこだけ、他全部メッキないのに、確かにそこだけメッキ、なんでなんですかね。なのでそれはもう消したいと、はい、というわけでこんな感じのペイントになってます、はい、でエンブレムとかはもう全部太っちゃいました。あ、この辺なんか F、 そういうことですね。 F スポーツパフォーマンスみたいな、むしろつけたい人もいるんじゃないかっていう。全部取りました、はい、というわけでこの辺も全部なしになって、はい、すごくすっきり。であと横なんかもサイドスカートなんかも黒かったりして、はい、もう本当にだから足元ちょっと触るだけでめちゃくちゃかっこよくなるポテンシャルがあるなと。車高とタイヤホイールだけじゃだけなんで、もうそれでこんだけ変わるっていうのは。でしかもあのレクサスがそれこそ日本に導入されるまでってミドルサイズのあんまり高級車、欧州車と戦えるような欧州、うんうん、ミドルサイズの国産セダンってあんまなかったじゃないですか、うん、そこに来て本当に本格的に、まあ、見劣りしないどころか欧州車の上を行くような。そうだね、 V8 5リッターの輸入車でこのサイズってもう今やないっすよね、うん、だって軒並みだって AMG ですら2リッターがスタンダードになりつつあるところを V8 の5リッター積んでるんですよ、うん、しかも NA ですよ、うん、それもどうも最終らしいですけどね、はい、このそうでしょう、ね、エンジンで。そしてリアの方はググッと深リムになって、はい、これやべえっす、はい、これお分かりいただけますでしょうか、はい、フロントの多分 1.5 倍ぐらいリムついてるんじゃないですか。そうかな、一応ねフロント2インチリア3インチ。あ、アウターでいうと、はい、なるほど。というわけでこんな深リムになってて、ディスクがこんなに2センチ近く出てるのに、はい、こんなにリムが取れてる、リムが取れてるっていう、だすごい立体感なんですよ。そうでこう深すぎないというか、ちゃんとディスクが出てて、うん、すごいわずかにラウンドしてる、はい、なんですごい立体感があって、こう往年のメッシュデザインなのになんかすごく新しく見えるっていう、はい、だやっぱりこれはアメリカナイズとされた。そう、はい、なんかこう日本だとこういう発想はちょっとないよね。日本でずっとこうやってきたホイールメーカーだと多分ここにはならないんじゃないか、まあ、良くも悪くも、うん、というわけでこんな感じになって。そして後ろはですね、はい、フロントよりイカれてますお分かりいただけますでしょうか。いやもう本当右翼、これぶつかんないですか。はい、ぶつかんない、はい、というわけで絶妙、もうフロントより入らないです指が。もうこんにちはしそうな、もうフルバンプしてリムがフェンダーの中に入っちゃってもちゃんと逃げていく。へー、じゃあ足回りの方もさらに手が加わってると。はい、というわけでこんな感じ。そしてですね、僕これ写真で見た時に、うん、少しこうホイール飯村さんにしては、うん、出面甘めかなと思ったら、はいはい、これ実写見て分かったんですけど、はい、フェンダーがこうなってる。あ、そう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 、
こうとかこうじゃないんですね、うん、だからここの頂点で見ると結構引っ込んでるように見えるんですけど、うんうんうん、ここに合わせて面になってる、はい、そうです。だこれなかなかあのフィットメントこう出すの難しい。いやこれは本当に難しいですよね。あの今カメラ構えてるカメラマンにもあの3代目なのになんでそんな苦戦してるんですかって言われたんだけど、いやでも分かりました意味が。そうなのよ、これ遮光によって全然あの合わせるデザインが違う。そうだ、ベタベタにするんだったら本当にもっと詰めないと。そうだ、多分遮光も高ければもう少し出ててもそうある程度こうなんかこうなんとなくなっちゃうっていうか、うんうんうん、だ本当に遮光によって、まあ、インセットだったりだとか、はい、まあ、タイヤの選択肢詰めないとこのスタイルにはなんないんじゃないかなと、はい、こんな感じになってると、はい。さあそして後ろに回ってきて、はい、後ろもじゃあエンブレムなんかを外しました。全部外しちゃってると、はい、ただまあこれだけ特徴的なリアなんで、はい、もうパッと見で、うん、もう500って分かりますしね。でこの辺も標準なんですね。そうこれもみんなついてる。なんかホームページ見たら 500F スポーツはこれ外せないみたいですよ。えらしいです。もう漏れなくついてきちゃうらしいです。ああそういうことね。そうそうそう、300とかだとこれありなしが選べるらしいですよ。でこの辺なんかもしっかり黒くなってたり、はい、あとはこの辺なんかも最近欧州車もザラザラだったりだとか、うん、そう全部ツルツル。よく言いますけど BM だと謎の色がここ出てきたりするじゃないですか。はいはいはい、それがちゃんと全部黒で引き締まってる。そう、だ本当に繰り返しになりますけど、はい、タイヤホイールローダウンってめちゃくちゃかっこよくなる、ね、やることないです確かに、はい、そしてマフラーも特徴的なこの4本出しですけど、はい、これはちょっとあのカスタム全然関係ないんですけど一言物申していいでしょうか、はい、もうちょっと出したかったっすあのこれ走ってる時全然気にならなかったんですけど、うん、これ止まってる時実車見るとすごい引っ込み思案ですね、まあ、この辺から見るともう見えないもんね。そうっすよね、出口がね。これなんかあれなんですかね、そのあるのかね意味が、その飛び出し動向とかあるんですかね、わかんないですけどこの辺なんかとかね、はい、ちょっと空力が控えめな。でちなみになんですけど IS なんか他にやろうと思えばできたりするんですか。そんな無茶振りするな。エアロパーツとかはあると思う、はい。なるほど。あとは結構走りに振った部品が多いかな。あそうですよね、走れますもんねこの車だったら。そうじゃあその辺なんかもご相談いただければ。もちろんその方向性としてね、今回はもうとりあえず、まあ、3代目と来たんで、まあ、今まで皆さんがやってない21インチで、で、まあ、クラシックなホイールを履いて車高も、まあ、かなり極限まで低くしてっていう形のスタイリングだったけど、逆に車高をまあちょっと上げ目にしてタイヤ厚い、あそれかっこいいかもしれないです ね角張ったタイヤを履いてトラックスタイルじゃないけど、そうちょっと走りに振った車でなんかそういう走りの匂いがするような車も全然ありだと思うし。なるほど、そんなのもじゃあご提案できそうということで、うん、こんな感じになっています、はい。じゃあ最後になりますけれども、はい、割と国産車って、うん、あの国産ホイールと組み合わせることが多いと思うんですよ、まあ、うちなんかだとどうしてもその輸入パーツを扱ってる関係で、まあ、こういう組み合わせご紹介していただくさせていただく機会もあるんですけど、まあ、世間一般的には圧倒的に多分国産ホイールを選択されることの方が多いんじゃないかなと思うんですよね、はいはい。ただやっぱりちょっと視野を広げて海外のものを見たりすると、うん、やっぱりこうあんまり日本だとまだ走ってないような組み合わせだったりとか、うん、でなおかつそのよく心配される信頼性の部分だったりに関してもクリアしたものが、うん、あのご提案できますんで、はい。まあ、特に HRE なんかだともうそれこそ林レーシングか工場やばいですよね。だって工場やばいコストコみたいな、本当にあのバカでかい工場で、うん、もうそれこそ共同計算から、はい、もう細かくやって、うん、もう国産ホイールと見劣りしない、うん、もう信頼性の高いもの、うん、でなおかつ自由度めちゃくちゃ高いじゃないですか。そうですね、うん、どうしても国産ホイールってこうオフセットが決まったのしかなかったりとか、はいはいはい、まあ一流ブランドになればなるほどこうあんまりこう自由度ってないじゃないですか。 そうね、それがこう HRE だともう色も無限大だし、はい、まあ、ディスクどうしますか、リムどうしますか、うん、まあ、デズラどうしますなんかな。そうだからフェイスもね結局選べるし、それこそハードウェアピアスボルトなどどうしますかとかね。でなかなかあの個人で頼むと迷っちゃうぐらいな感じですけども、うん、はい、あのイームラプロ、はい、主治医がいますんで、はい、まあ国産ホイールの国産車のカスタマイズもぜひお任せください。特に愛知県ですからトヨタはお膝元ですか、はい、というわけでトヨタ社のご来店もお待ちしております。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。